はい、こんにちは。ガレージ友吉です。朝ね、この黒色を、水性のタミヤの黒色をエアブラシで拭いたんですけど、ちょっとムラが乾いて、ちょっとムラがあったんで、ちょっとね色を濃くして、で普通のブラックと違ってね、このタミヤのこれはセミグロスブラックっていうやつを今ちょっと試しで拭いたんですけど、ちょっとね濃くしたんですよ。でここらちょっと塗ったんですけど、いい感じになってます。はい、これでちょっとやってみたいなと思います。やっぱね、僕の部屋は換気扇がないので、この塗装ブースのこの換気してるとこしかないので、ちょっとね色っていうか、その臭いような感じしますけど、まあ水性なんでね、匂いが薄いかなと思うんですけど、まあちょっとやってみたいと思います。なんとか色乗ってますけどね。なんとか。はい、なんとか
2回目。まあ、あれは朝、9時ぐらいやったんですけど、2時間ほど置いて、ね、乾かして、2時間、そうですね、あの、エアコンのところ辺でちょっと乾かしてましたけど、2回目、こんな感じです。はい。ブラックよりこのセミグロスブラックの方がなんかいい感じにですね、このブラックはね、はい、そういうとこなんで、まあはい、なんとかいけました。はい、もう一度、ね、セミグラスブラックを塗るか、この上に、クリアを拭くかですね。はい。ちょっと、もう一度乾かします。はい。はい、それではね、ちょっとのね、時間1時間2時間ほどなんですけど、乾かしてね、2回目塗りました。はい、まあ、それでは今日はもうね、とりあえずエアコンの上で、エアコンのとこで乾かしたら、またちょっと色がおかしくなるかなと思うんで、そのままね、今日は乾かします。はい、なんとか色を乗りましたんで良かったです。削ってないですよ。削ってないんですけど、そのままちょっとね、色を濃くしたらこういう感じになりましたんで、はい、なんとかね、見えますかね、なんとかなりました。はい、下はね、テープを貼ってるんで乾いて、で一旦ね、上、そうですね、まあ下も下、あ、そうですね、下を拭くのに、上にマスキングテープを貼るからクリアを拭かなくて、で乾いたらね、上にマスキングテープを貼って下にシルバーを拭きたいと思います。はい、それでは今日はこの辺りで終わらせてもらいます。塗装ブースをプレゼントしてくれた友達、このね、このエアブラシのコンプレッサーのセットをくれた友達、まあどっちも一緒の友達なんですけど、で、大切に使わせてもらいます。はい、で、まあこのね、まあ、即興でっていうか、まあ簡単に作ったんですけど、はい、まあ取り外しできるように
はい、とかで簡単にまあつけれるようにしてますんで、はい、まあ、またあのエアブラシをするときにあのこういうか形で動画も撮らせてもらいます。はい、それでは今日はこの辺りで終わらせてもらいます。ガレージ友吉でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。